夏目若いからそんな曲歌われてもわからないよ。知ってるよ。知ってるよ。夏目若いよ。よ夏目その曲。おじさんだから知ってるよ。夏目若いもん。うん。おじさんおじさんだよ。夏目32歳。もうダメだ。ストレス溜まるよ。おお、シャカマリ。シャカマリ。2連続じゃん。やっぱ偏るね。ナイスボタン。ナイスボタン。ボタン。俺も同じやつが2匹いる。ナイスボタン。ナイスボタン。お願いします。お願いします。楽しんでいきましょう。難しいな。楽しんでいきましょう。クルメイトでーす。クルメイトでーす。クルメイトでーす。一人30点混じってる。一人30点が。30点混じってる。30点って。30点。俺のことですか、ちょっとやめて。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと辛いっす。まあ諸説あるよね。諸説あるね。諸説あるね。まあ次行きましょう。はい、次行きましょう。ナイスボタン。押していきましょう。バイバーイ。お少しに手を当て、お尻ふりふり、みんな置いてよワンダーラン。あー2点目貨物いっちゃったな。いや選びがちなんだよなこれ。先端理論、グラピカ理論ならね、先端理論。2点目貨物選びがち。あれみたいな感じを出す。あとズルさん通りだから、これはねキルしちゃいけないルールだよね。似てみるリアクターだな。あーだな思うな。ナイスボタン。ナイスボタン。エロちゃんさん、エロちゃんさん、夏目と同じ格好してるからね。クルメイト、クルメイト、クルメイト。じゃあチャネポヨさんはインポスター。すいません、いいでしょうか。はいはい、どうでどうしましょう。先端って今最後どこにいます。チャワ。あ、了解です。何ですか、その心は。覗いちゃったとか、覗いちゃったとか。まあ、いいよ、忘れてください。いや、忘れられないわ。え、聞いたら忘れられない。スナパイさん、ベントじゃないですよ。あの先端さん、貨物室から上に上がるの僕見てます。忘れられないの。なんでな。どういうことだな。ベントっぽく見えちゃった。いや、何ですか、言ってください。その動画の人が殺します。夏目、夏目若いから、夏目若いからそんな曲歌われてもわからないし。知ってるよ。知ってるよ。夏目若いよ。夏目その曲。おじさんだから知ってるよ。夏目若いもん。うん、おじさんです。おじさんだよ。夏32歳だから。もうダメだ、ストレス溜まるよ。わかる。スナパイ殺す。どうすっかな。真ん中のメンツ使ってみるか、たまには。あ、瞬間。あ、しんどる。砂亀さん、停電前に神宮寺ですけど、エンジンルーム左上の配線タスクやってるの見ました。エンジンの配線タスクですか。エンジンの左上の配線タスクのところにいるのを視認してます。エンジンの停電なったかなってないかぐらい、もうすぐぐらいですよ確か。でも停電長かったっす。だいぶ経ってるからね。20秒ぐらいは停電続いてたと思うね。はい、あ、はい、ドズル、すごいクソムーブしたんで最初に申告させてください。はい、あの昇降機右側でダウンロードスマスターと、停電を直さずミーティングヌーンで左に行ってミーティングに上がるというクソムーブしてます。
はい、もう一人クソムーブしてる人がいて、はい、誰あの展望デッキにいた人って誰ですか。まああの僕ですけど何か文句でも、ね、クソムーブでも密着じゃん。なんか展望デッキの扉閉まってたんですよね、自分キッチンにいる時午前中、はい、ねえあーって思ってハンバーガータスクやりに行ったんですよ。だけどハンバーガータスクやりに終わってまた展望デッキに行こうとしたら展望デッキの扉開いてるのに停電直ってないんですよね。停電ガン無視してセキュリティの方抜けてるのか、ま、ちょっと一つ言いたいのがまずあの開けろって言ったのに開けなくてハンバーガー作りに行ったからちょっと怒ってましたね。扉開けずにハンバーガー作りに行ったんで、はい、なので、でも展望デッキまずその後確認したんだけど展望デッキにいなくて人がえいたよ俺で俺でちょあなたの名前見えたから、うん、いやあなた扉越しいました、うん、本当にいたからやってる時は停電しまあいやこの話ちょっとあれだからあのあ、OK です。勘違い死体出てるからごめんいや砂溜さんはそっち方面にいた可能性もありますよね。そうそう あるから聞いてて あだったらアドミン見てた人いない。というか最中デッキで直したんですか停電は。誰が停電は僕昇降機右で直してます。誰もいなかった。停電は昇降機右でチャケペを直してます。じゃあそこを揺らせればいじつれそうだね。えちょっと待って。え何気持ちはわかる。わからん。なんだあえ何を言ってるんだ。わかるがやめてほしい。チャゲちゃん、おいでよ、殺してあげるよ、チャゲちゃん。無理だった。一個だけ言いたいことがありまして、どうぞ。停電になった瞬間、はい、私、武器庫で奥の方で銃を片付けてたんですね。停電になってる際、うん、上の方の銃。で、なお、停電最中に私はそのままエンジンルームに抜けてるんですよ。でその時におそらく砂溜さんはすれ違ってないと思うんですね。見落としもあるんですけども。でなぜこれを言うかというとドアって狭いから多分停電中でもすれ違ったら見えるんちゃうかなと思ったのでそれだけちょっと言っとこうと思いました。なんで要はドア閉まってたってことですか。いやドアは開いてたかな分かんない、うん、そこは正確に覚えてないわ。え重要だけどね。うん重要だけど言っとく。砂溜さんの最初の時ってどこでしたっけ。エンジンの左上、エンジン左上、左上だったらなんかいろいろ考えられそうだけどな。あでもずっといるってことになるってことね。うん。そこからどう動いたかですよね、砂溜さんが。ちょっと待ってくださいね。マシャカリスナあの夏目のローラーはもうないってことで大丈夫ですよね。なんか先意味わかんなかったからよく。私はやんなくていいんじゃんかなと思う、うん、てか夏目先生のその論だったら砂溜さんの死体展望デッキあるんだったら僕、まあ、もろ怪しいけどなかったんだったら僕がない。ね、最終位置どこなんですか。アップロードのとこは確認してないので夏目先生とマシカリさん最終的な位置。夏目先生は僕夏目先生展望デッキあキッチンか。僕セキュリティです。セキュリティ あの通路スキッチンとセキュリティのそう。停電中なのにガン無視してセキュリティに行ってる人がいるんですよね。それがマシャカリだったので。別に停電は直す主義じゃないんで、直してないだけ。詳細が分かってなかった。展望デッキにいるのに、停電を直さずに扉を開けて。その主張はもう分かったんで、夏目先生とマシャカリさんってどこからキッチン入ってるんですか、そもそも。武器庫。あ、僕、普通にキッチンに湧いたんで。このキル、チャゲポヨさんはできないとだけ言っておきます。うん、エロちゃんさんもまあ難しいのかなっていう。ちょっと夏目語が夏目イントネーションがちょっと難しいちょっと入ってる。あの、わざとじゃないんです。やばい、だったらもっとやばい。マシカリさんいたね。今回はキレできないかな。
どこ行ったんだ。あ、今やれたな。いや、まあ、小見様鳴らすか。もう。敵の人やりたいな。サクッ。つじつまが合うように始めて。これはボタンですかね。ボタンです。ボタンです。センターさんボタンです。あのさっき言われたんで電気直したのは僕です今回。停電明けの時点でもうすでになくなってましたね。心電図確認してます。停電明けの時点ってのは要するに停電明けたあたりで私心電図を確認してるんですけど、すでにドズルさんがなくなっていました。もう3秒ぐらいですよね。だから3秒以内の犯行ではないって話、そうあります。ちなみに出しておくと、停電入る10秒前ぐらいに僕も見てますが、その時は誰も死んでませんでした。うん、コックピットのアドミン情報持ってる人いません？いない。今回コミサボ直したのがスナパイなんですけど、はい、直した後影が誰かコックピット一人入ってってなんですよね。あ、僕です。あ、そうか。うん、スナパイさんあれですよね。ダウンロードタスクやってましたよね、右上の多分。あ、やってた。あ、ですよね。ドズルさんを右で見たっていう方います？右では見てないですね。見てない。右は見てないですね。違うわ。あ、ごめん。あ、見たわ。ごめん。見たわ。展望1、武器庫1型。あ、でもしょうもねえか。でも、コミサゴ直後。あ、展望誰ですか？展望は僕ですね。光さんか。1、何もならんわ。ごめんなさい。電気直しました。僕今回カメラ見て、でその後右結構走り回ってるんですね。でその時に見かけた人が神宮寺さんがカメラに映っていて、はい、企画さんとは電気であった、夏目とはアーカイブだって、チャケポヨさんは、2回あったんですけど、シャワー室で1回あったのと、最後貨物かな。電気とラウンジじゃないかって。小鶴さんのラウンジか、目撃情報ないってことでいいですかね。右側に死体がないと思っているから、夏目チャゲポヨエロ、は白だと思っていただきたいです。ピカさんも白っぽいけどね。スナパイさん武器庫行きました？武器庫行った。スナパイさんに合ってる。合ってる。キッチンで今盛りにおた。そう。どこ？シュ。ガンガンキルしていくよ。ナイスボタンです。ナイスボタン。うん、まあちょっと短かったかもですが、一応タスクは終わったんで、ほぼ。お、ナイス。うん、センターのアドミン情報が正しいとすると、武器庫1がスナパイで、展望デッキがマシャカリなんですよ。あ、ゲスゲスで、あったってことですね。うん、そう、だからそこに死体はないんですよね。うん、センターが見たのってどのぐらいのタイミング？いや、もうほんとね、一瞬だけ見た。コミュが、そう、直ってすぐ見たんだけど、そう、コミュで2人以上に見かけられてないと、アドミン見たときって、殺されたときに、足がつかないから、犯人の。うん、あ、怖っと思って、やめたんですよね。で、そのとき見たのが、ごめん、武器以降1、展望1だけだ。アシャカリさん、めっちゃ移動してるんですね。僕、めちゃめちゃ移動してる。アーカイブで。やってないですよね。アーカイブでやってるんですよね。結構早い段階で。で、
てまた展望デッキ行ってるんだと思って。ああ、そう、展望デッキよく行くなと思って。そう、ね、待って、待って、ね、じゃあそもそもまさかりさんって展望デッキに停電中に滞在していて、また展望デッキに行く。いや、あのね、あなたに初手言われたから。さっき停電がなったんで展望わざわざ行って直しましたあ、でもあれじゃ、いやあれですよね、センターさんが見たのってコミサボ直った後に展望にマシャカリさんがいたのを見てるんですよね、アドミンで。そう、いや僕最終展望にいたって言いましたけど、ごめんなさい、センターさんとのそのアドミンのズレは分かんないっす。そうですよね、確かに。だってセンターもそのターンはボタン押しだから。そうそう、ボタン押しで、ミーティングまで行けてる。そうで、コミサボのタイミング終わった後にアドミン見たら展望に行きましたっていう話で、マシャカリさんがはい、なんかね、キッチンから来る前に、まあでも、まあ、社会さんがまあ誤解しているんであれば、それは砂ざめ、まあまあ、ドズルさんの可能性が。あ、じゃあもうボタン押して全部言いましょうか、僕の経営ちょっと。いらんじゃん。いやもういやいや、大丈夫だと思ってない。後ろ通ってんの見たから大丈夫だな。そう、ドズルさんの情報はないままボタン消費しても。うん、僕のやつよりドズルさんの情報が欲しいけどな。いやもう切る待ちっていいんじゃない。いいじゃないか。失礼なそう、目撃証言もないし。よーし、ヤンキリするぞ。あ、話しばいちゃった。学をすぐ、キルクール貯めたい。いませんね。マシャカリさん、キルボタン押しちゃった。失礼した。やべ、スタール。あと1キルだ、マシャカリ。マシャカリ。3キルですね。うん、死んでるよ。2キルかな。いや、3だと思いますよ。スナパイ、チャゲ、神宮寺。神宮寺さん。あ、そっか、ごめん。チャゲさんと神宮寺さんはコミュサボ明けには終わっ、やられてて、で、スナパイさんはかなり直近っていうか、展望にいたの。展望にいましたね。夏目先生とエノちゃんと。あの後2人は、2人はピカクロさんドセットでコックピット側に行ってて、スナパイさんはそっちに来てないから、うん、先端はセキュリティの方行ってて、スナパイさんもセキュリティの方行ったんじゃないかな。あれ、いや来てない。あれ、一緒に動いてたと思ったんだけど違ったな。 あのねセキュリティ、あ、ごめん、どうぞ。死体は金庫です。誰の死体でしたっけ。神宮寺さん。神宮寺さんですね。あ、オッケーオッケー。あ、神宮寺さん結構じゃあ早いな。うん、私一回金庫行ったんだけど死体なかった。小見さんの前に、まあ、金庫のどこですか、場所は。場所は、うん、
ウンロードのとこ左下かな。ピカさんが行ったのっていつぐらいですか。コメサボ前。ああ、そこそこ。2回目のコメサボ前。ダウンロードで今できました、左下の。行きたい行った、全部行った。ああ、オッケーです。ただ、夏目とピカクロスさんと僕は最後の記録関われないと思うんです、ナッパイさんは。うん、そうだね。コメサボ前で会っちゃってるからね。確実にね。うん、だから、俺センターだと思ってるのね、スナッパイさんは。マサカリさんの。うん、どうぞ。あ、なんか僕はエレクトリカル と、貨物行ったり来たりしてましたんで、ただ一回もあれ見てないです。なんだっけ、新年ですか。まあそう、エレキ貨物行き来してたのと俺と会ってないかな。僕も通ってるはずだから、エロちゃんの投票に先に合わせるから、エロちゃんとめっちゃすれ違ってるし、僕なら総合的に見てマサカリさん行ったしな。貨物と電気、いや今最後のセンターに入れた、センターだと思う、うん。あ、センターさんなんちか。センター、うん。大丈夫かな。センターは合ってると思うけど。終わるなよ、終わるなよ。いやー、あと1キロだったね。おい、釣れた釣れた。耳の下へ発見だったな。危なかった。危なかった。マジヒヤヒヤしたこれ。もう1キロで終わるところだったんで。うん。なんで今終わるなって言ったんだ、誰も釣れてないの。いや、間違えてない。釣れてないから、終わったら大丈夫。それは合ってる。はい、ああ、そういうことか。負けるからそういうことですか。まあでも、今ので先端が黒ってなると、先端が死んだ時のボタン押しの日のアドミン情報が正しくないかもってなった時に。うん、やっぱ、いや、そんなの話し合う時間はない。マシャカリを2キルするんだ。ボタンあるの。あ、マシャカリさんだったのか。マシャカリ号。あー、マジか。さすがち。ごめんなさい。いやー、申し訳ない。ナイスファイト。いや、あのね、多分キルしてたら勝ってたよね、多分。ごめんなさい。確かに。あ、誰か会ってました。僕会えなくて。いや、僕もね、探してたんですよ、ずっと。で、会えなくて全然。あ、会えなかったんだ。申し訳ない。あ、いやいや、しゃあないっす。いや、チャゲさんの下見たとき、あ、これ絶対センターさんめっちゃキルしてくれてるわと思って。ごめんなさい。ちなみにさ、センタンさんさ、天網デッキに夏目のちゃんとすれ違ったじゃないですか。うん。あれって弁当？停電。いや、歩いて行って、停電にいたかな。一回弁当でコックピット近郊まで行ったかもしれない。で、戻ってきて弁当かも。あ、なるほどなるほど。ありがとうございます。いやー、貸したかった。ごめんなさい。しびれるなぁ。いや、怖かった今回。全然わかんなかった。いや、俺、マシャカリさん疑ってたのにダウンロードしたら、あ、マシャカリさんいる、これ俺死んだわって言ったら、先輩死にました。ぶっ殺してやるよって言いながら殺しました。マシャカリさん、どの辺いたんですかね。ないですか、最後の辺、右の方いたんですかね。最後、右で探してましたね、ずっと。あ、右探したんだ。申し訳ない。左行けばよかったな。ぶっ殺しゃよかったな、左行って。こう多分ね、クルーの人って多分ね、無意識になんか 2,3 ターン目ぐらいで右側でタスクを終わらせる人が多いんで、うん、貨物選んで、うんうんうん、後半はなんか右少ないイメージ個人的にはあります、ね、お、なるほど、 OK、 なんか終わらせときたいみたいな、貨物は早めに。ほうほう。あとマシャカリさん怪しんでたんで、田村視点共通で、だから自分展望デッキにずっといました。あ、逆にすごい、それはすごい、はい、そうです。そこにマシャカリさんが来れないから、賢い。あ、つい絶対行ったろ。毎回行こう、展望に逆に行ったろ。あの、なんか